はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書2章の内容テスト対策やっていきます。で、問題集今回は2問ありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと分かんないのとか不安なのがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番はルート20とルート18プラスルート2っていう、まあ18たす2すれば20なんだけどね。で、この2つがどちらが大きいか理由も合わせて説明しなさい、まあ書きなさいっていう問題です。じゃあ行きましょう。で、ルートに関しては、まあ下のね、ルートを比べるっていうのは大小関係、ね、どっちがでかいのって比べていくんですけど、ルートっていうのは基本的に全部ルートの中に入れてしまうと楽です。例えば、3ルート2と5を比べるとしたときに、これを普通のルートをなくしていこうっていう発想じゃなくって、全部ルートの中に入れちゃおうぜっていう発想でいくといい。で、ちなみにこれは、ルートの中に入れるとね、外の数字を2乗します。だから、3をルートの中に入れようと思ったら、サザンが9、9を入れるんです。で、中に入れた時に掛け算をするから、2区18って変えれる。5も中に入れるんだったら、2乗するから、5後25。だから、こっちの方がでかいですね、みたいな。こうやって比べていくわけですよ。で、1番に話を戻すと、20の方はね、本当は2ルート5って直せるんですけど、まあ、直さずに行きます。で、問題はこっちね。ルート18プラスルート2。これは当然ルート20にはなりません。ルートっていうのはルートの中身が揃ってないと足し算できないからね。だからひとまず計算します、これ。で、ルート18っていうのは、一応書こうか。これ 9×2、9に18ね。で、9っていうのが3の2乗なので、3が外に出てきます。だから、ま、さっきやった問題と同じだけど、3ルート2足すルート2って変わる。これが3ルート2ね。で、これ、ルートの中身が揃ったんで、これ4ルート2になります。で、4ルート2になりました。こいつとルート20どっちが大きいのって比べたいんですけど、このままだとわからないので、これをさっきみたいに中に入れる。4を中に入れるんだったら2乗するから16、それと2をかけるんで、こいつはルート32となります。だからこうやって計算してきたらルート32でしたよって。で、まあちゃんと書くんだったらそんな分かってるよってやと思うんだけど、20と32って32の方が大きいでしょ。だからこれ一応書いて、よりルート20よりもルート32の方が大きいですよって。こう書いて、まあ書き方はね、自由だと思うんですけど。まあこうやって1個書いておいて、だから、よって、まあどっちが大きいって言われてるから、ルート18プラスルート2の方が大きいと。まあこんなん書いて終了となります。別にこの辺はね、一字一個同じじゃなきゃダメってわけじゃないんで、まあ同じようなことを書いてれば OK という判断にしてください。いいかな。で、2番ですね。まあこれはよく出てきます。大小関係。どれが一番でかくてどれが一番ちっちゃいのって並べてね、みたいなやつなんですけど。で、これもさっき言ったように、基本的にはルートの中に全部詰め込んでしまいます。出せるものを外に出そうっていう発想じゃなくて、入れていこうっていう発想。だから、ルート17はもういいんです。このまんま、ほっといて。で、次、2ルート3。中入れていきます。2ルート3は入れると、2を入れると、2にが4、4になる。で、それと3をかけるから、こいつはルート12になります。で、次、どっち行こうかな。右で行けるな。結構幅あるもんね。ルート2分の6。で、こいつまず有理化する必要があるので、ちょっとここに書いちゃっていい？有理化。同じものを、ルートね、同じものを上と下にかけますと。で、下はルート2かけるルート2。ルートは同じものをかけるとルートが消えます。だから2になる、こいつ。2、まあ、一応書くか。2になると。で、6ルート2。ルートの外の世界と外の世界は約分ができるので、1と3。つまり、こいつは3ルート2になります。有理化するとね。
で、さっきも言ったように全部中に入れてほしいんで、3ルート2、3を入れると9。だから、ルート18になります。今回ルート18めっちゃ出てくるな。で、ラスト、こいつね。ルート、カッコ、マイナス4の2乗。これ若干ね、なんか難しそうに見えるんですけど、全然難しくなくって、ルート無視してこれだけ計算してごらんっていう、ここ。これ、カッコの外に2乗がくっついてるんで、カッコの外の2乗は、カッコ丸ごと 2個かけてねっていう。これは指数のルールね。で、だからつまりこれ16なんですよ、プラス。まあ普通の16ね。だから、ルートの中だけ計算したら16になりましたよって、まあこうなる。で、普通だったらルート16だからイコール4って持ってきたいんだけど、大小関係比べるときに限ってはルートの中に全部入っててほしいので、これで止める。で、どうするかっていうと、ルートの中身チェックすると、17、12、18、16。あとは一番ちっちゃいの分かるっていう話だよね。まあ、12が一番ちっちゃい。次これ、次これ、あれが一番大きいっていう。っていう感じ。で、大小関係が分かる。っていうタイプの問題です。で、あとは小さい順に左から並べなさい。なので、あとは並べていきます。一番ちっちゃいのはこれ。で、気をつけなきゃいけないのが、これ、計算したでしょ。だからね、これを書きたくなるんだけど、ルート12って。これルート12書いたら罰食らいます。なぜならもともとこれで与えられてるんで、ちゃんとこれで書く。だからルート12って2ルート3だったから、一番ちっちゃいの2ルート3で、今回並べなさいなんでちょんで大丈夫。次が、ルート16、こいつだからここか。ルートカッコマイナス4の2乗で、次ルート17はねそのまんまだったんで、ルート17でラストが一応有理化したあいつか、ルート2分の6と。これで終了です。もし左から順番に不等号を使って書きなさいとかだったら、こういうマーク使って書いてください。今回は並べなさいなんでこれ必要ないんですけど。いいかな？ちゃんとね、やり方ができてるのに最後の答え方でミスるっていうのは非常にもったいないので、まあ、やり方に関しては、ひとまず比べたいときは全部中に入れて大小関係を比べるようにしてみてください。では今回は中学校3年生の教科書2章のテスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。では引き続き2章のねテスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。